どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はですね、Mr.Children の、サウンドトラックスのアルバムをね、立て続けに、喋ってます。一曲一曲ね、ドキュメンタリーフィルムという曲です。なんかこのアルバムの若干先行的な、曲になってるかなと思います。ミュージックビデオもあるしね。まあでもこの曲はやっぱ名作、名曲ですね。すごく、なんだろうな、切ない気持ちになるし、大切なことを言われてる気がする。このドキュメンタリーフィルムという言葉自体がすごく聞き慣れているようで全然使わない言葉なんですよね。で、歌詞全体がすごくストレートというか分かりやすい感じになって、みんな絶対思ったと思うけど、この2番だね、やっぱり。ある時は悲しみが多くのものを奪い去っても、次のシーンを笑って迎えるための演出だって思えばいいって、ここがやっぱり憎たらしいっすよ この表現。いやー、これはね、そう思います、そう思うようにしますって、何万人思ったか まあ簡単に言うと、まあ人生そのものをすごく大切に生きたい、生きようって思わせてくれる曲です。で、気になったところがサビの最後の部分ですね。君が笑うと、てちゃっちゃ、泣きそうな僕を、のところ。ミスチルらしくないって思いました。このやり方が。なんか、このやり方自体は、すごく、懐かしさを感じるんですよ、僕の中では。バン、バンって決めて言うところとか。でもミスチルはそういうのしなかったよねっていうところですかね。今回は、お、そうきたか。だから逆に新鮮って感じなんですよね。で、最後の大サビのとこと、音程がね、ちょっと違うんですよ。若干ね。そこ難しいみたいな。引っ張られるみたいな。最初のとこに。そこが変えてくるところが、やっぱさすが桜井さんっていう感じです。まあ、すごく大好きな曲になりました。はい、皆さん知らない方は聞いてみてください。というわけで、今回の虹の音声はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。